見渡す限りの青い空と白い砂浜が目の前に広がっている。きらめく夏の日差しは水着となったアリスたちの肌を容赦なく刺した。いつの間にこんな。新しいお家ができましたよ。さて、私は海底調査の続きを。これは…見渡す限りの青い空と白い砂浜が目の前に広がっている。きらめく夏の日差しは水着となったアリスたちの肌を容赦なく刺した。なぜこんな場所にこんな姿で。ふと漏れたアリスのつぶやきにスノーホワイトがため息をつく。どうせまた人形たちの仕業だろう。ああと納得するアリスの横ではグレーテルが楽しげに砂の城を作っていた。新しいお家ができましたよ兄様。兄と妹の愛の城、それが突如として粉々に踏み砕かれた。ナイトメアがいるのか。これも少々面倒な案件ですね。変なものがバリと合体しちゃったみたいです。仕方ない、グラビア撮影にも始末つきもの。じゃあ孫を大事して写真を撮るのです。お金の匂いだけを感じるのです。こ
こいつらには何を言っても無駄か。兄様、兄様のためなら水着になります。こっちもね。ならば撮影を中止したらどう？アリスの提案を疑心と暗鬼は一生に付した。夏の水着は宿舎世界の常識、もはや酒手はと俺の道なのです。待て、私は冬に水着になっていた気が。あれは冬を残すチームです。深く考えるな、感じろ。アリスとスノーは再び深いため息をつく。その横でグレーテルは見えない兄と水遊びに興じていた。結局、疑心と暗鬼に押し切られたアリスたちは砂浜で撮影を行っていた。しかし、何ですか、その撮影の邪魔です。え？気づけばアリスの腰にはパレオと呼ばれる水着用のスカートが巻きついている。いつの間にこんな。戸惑うアリスの耳にどこからともなく声が届いた。驚き振り返ったアリスの目の前には誰もいなかった。この勝利は彼のために。知らない間にパレオを。最初から巻いていたのでは。意外とうっかりしているのだなと微笑むスノーホワイトに、アリスは同意できず首をひねった。私はパレオなんてしていなかった。あの奇妙な声が聞こえてから。不審に思いながらアリスは周囲に視線を走らせる。だが目に入るのはまばゆい夏のビーチと幸せそうに波と戯れるグレーテル。
とそれを激写する疑心と暗鬼だけだった。ほぼ定款しているアリスたちは疑心と暗鬼に言われるがままに撮影場所を移動する。無茶を言うな。ブレイケルは協力的なのに。あれは兄と遊んでいるだけだろう。スノーの視線の先ではグレーテルがぼんやりと宙を眺めている。その定まらぬ瞳は見えない何かを捉えていた。兄様じゃない視線を感じる。この勝利は彼のために。スノー、見て。これは。いつの間にかスノーにもアリス同様パレオが巻かれていた。どういうことだ。私はこんなものは着ていなかった。私が言ったことを理解した。ああ、すまなかったアリス。しかしあなたに私となると。次は。二人の視線は自然とグレーテルを捉える。アリスとスノーに比べて露出度の高いグレーテルは無言で海を眺めていた。その視線の先、青い海の水面に人影がゆらりと見えたことは話さずに。
肌色率の高いグラビアを撮るためにニシンとアンキは何度もアリスたちのパレオを外した。だが気づけばパレオは巻きついている。いい、こうなったらさっさと撮影を終わらせますよ。撮影が終わればこの島から出られる。それにはいろんなかったアリスたちが仕方なくグラビアに協力した。そうして屈辱の時間を終え、やっと島から出られるとなったその時、あれを見ろ。スノーが鋭い声を上げると同時に水面が人の形に盛り上がった。潜水服の中からずるりと女が這い出てきた。伸ばされたその手は陶器のように白い。待って、顔に張り付いた長い髪の奥から血走った目が覗いた。小さな悲鳴を漏らしたのはアリスが先かスノーが先か。べっとりと張り付いた海藻をむしり取りながら叫んだのはドロシーだった。ドロシーは言う。もう本気で叩かないでくださいよ。すっごく痛かったんですからね。誤解をさせたあなたが悪い。私はただ海底の調査をしていただけです。でもあんなので驚くなんて、スノーさんは怖がりさんなんですね。な、調査と言ったけれど何か変なことは。あら、アリスさん、それが残念ながら何も。ちょっと得体の知らないものに足をつかまれたくらいで。でもよく考えてみたら、あれは非科学的な気もしますね。ドロシーは珍しく顔を曇らせた。
申し訳ありません。申し訳ありません。またこの声。ドロシー、悪ふざけはやめるんだ。濡れ衣です。私は何もしていませんって。確認するけど、本当にあなたは何もしていないのね、ドロシー。下手ないたずらを仕掛けるほど私は暇人じゃないですよ、アリスさん。では、今までのことは。スノーがごくりと唾を飲む。兄様じゃない声がする。いつもより不安げなグレーテルのつぶやきとともに、生暖かい風がビーチを駆け抜けた。あなたにです、使い物にならん。取り直しに場所を変えますよ。写真のデータを確認していた人形たちの声が不穏な空気を吹き飛ばす。ここにいるよりはと主張するスノーに従い、アリスたちは島の奥へと移動した。島の奥に進むにつれて、夏の日差しが遠ざかっていく。どことなく肌寒さを覚えたアリスはふるりと肩を震わせた。隣を歩いていたドロシーはその様子に瞳を輝かせる。ねえ、こんな話知ってます？カカシから聞いたんですが、友達と訪れた島、絡みつく謎の視線、消えた友人、島の奥で見つけた洞窟。少し似てますね、とドロシーは笑う。しかしその瞳はひどく冷たい。アリスは知らずに唾を飲んでいた。彼らがその洞窟に入ろうとした時です。暗闇からなどいない。私だってみんな怖がりですね、兄様。
微信と暗鬼が叫んだ先にはうごめく人影がいた。あれは撮影のためのしたやつです。じわじわ映り込むからせっかく良い写真が撮れても使えないんですよ。これが心霊写真です。心霊。さっとスノーの顔が青ざめる。大丈夫、あれはナイトメアの位置、倒せばしまったら出られますよ。写真は撮り直すけどね。そういうことならナイトメアは倒せば散る。アリスは武器を強く握りしめた。アリスは違和感を覚えていた。違う。ナイトメアは倒せば散る。だがその散り方がいつもと異なっていたのだ。これじゃまるで。アリス、その先は言わなくていい。お化けみたいですね、兄様。言うなと言っただろう。待って、スノー。お化けなど私は信じない。私の正義が許さない。ドロシーがいない。先ほどまで共にいたドロシーはいつの間にか姿を消していた。それはまるでカカシの話のように。兄様はあの洞窟に入っていく人影を見たのですか？洞窟？ドロシーの話にも出てきたな。行ってみるしかないのだろうか。スノー、どうぞ先に。いや、ここはアリスに譲ろう。じゃあグレーテル、あなたが先に。兄様は一番最後がいいと。話が通じた。面倒くさいですね。我々から行きましょうか。そのタイミングを待っていたとばかりに三人の声が重なった。どうぞどうぞ。
角、気づいている？あ、先ほどから聞こえるこの音、魔女の頭をかち割る音に似てます、兄様。カコーン、カコーン。薄暗く湿った洞窟に乾いた音が響く。戦いで放つ調べとは違う明らかに異質な音にアリスの肌は泡立った。確認しないと。三人は身を寄せ合い、音の元へと歩き出す。忍び足でたどり着いたそこでは、水着を着た変な人形がブツブツと文句を言いながらくるみを割っていた。もっと我が輩に出番をよこすべき。この成熟した肉体美を味わうべき。三人は無言でその場を通り過ぎた。助けて、兄様。皆様に祝福。先ほどのあれは。話題にしない方がいいと私の正義が告げている。兄様の方が百億倍可愛い。三人は謎の人影とドロシーの姿を求めてひたすら洞窟の奥へと進む。暗い洞窟、滴る水の音、カサカサと足元を走る虫の気配。なあ、何か感じないか？何かとは？砂浜で感じたような、あの、視線。と言いながらスノーは背後を振り返り、
戦倒す。恐ろしい叫び声を上げて、人影はアリスたちに突進する。避けられないと覚悟したアリスはとっさに目をつぶるも、人影は何もせずに通り過ぎ、洞窟の奥へと去っていった。逃げた。追って、あれが異変の前兆です。二人とも行くぞ。しかし答える声はない。不審に思ったアリスが振り返ると、気絶して倒れ込んだスノーと、それを棒でつつくグレーテルの姿があった。スノーを見捨てたアリスとグレーテルは洞窟の奥へと進んだ。気をつけて、矢沢の手配をします。正体が分かったのか。大体な、我々の予想が正しければ彼らは。進む先から恨みがましい声が聞こえる。私たちはお前たちのような怪物を探す。浅はかな水に入門の中で世界から守るべきだ。これを壊してまで売り上げを望むのですが、
なくて正しいのは歌う霊たちの未練。これで戦いが有利になるな。運営たちの未練はアリスとグレーテルの力をはるかに上回っていた。うん、まさかこんな展開になるとは。さらに過剰な露出をさせようとしていたのがつい変わったんですかね。でも夏だし水着は必須ですしね。だって売り上げ大事だし。どうでもいい。亡霊と人形たちとの口論の中でアリスとグレーテルの意識は遠のいていった。諦めるな。ここで倒れたわ。一生この島からは出られないぞ。聞き覚えのある声に落ちつつあったアリスとグレーテルの意識が浮上する。そうです、私たちには作者を復活させる目的があるでしょ。作者、そうだ、私は。見開かれたアリスの瞳、そこにはスノーとドロシーの姿が映っていた。調べ物をしていたらはぐれちゃって、あとを追ったらスノーさんは失神してるし。話は後だ、今は奴らを倒すぞ。4人はうなずき合い、水着姿で武器を握る。運営の叫びが洞窟を揺るがした。
圧殺する。生き延びるんだ。彼らの叫びは届いていないのか。あの人形たちには何を言っても無駄だ。兄様、楽しかったですか？さて、私は海底調査の続きを。こうして夏のひとときは過ぎていく。運営の未練もキャラクターの疑問も、海はすべての思いを飲み込んで。さあ、撮影を再開しますよ。水着はすべてを凌駕する。それにしても変な敵でしたね。自分の信念を負けてしまうと一生心残りになるから、上司の命令に屈するなと奴らは言いたかったのかも。あんな亡霊にならないように、皆さんは他人に流されず自分の心に正直に生きてくださいね。
まあ、その椅子には正直人気すぎて誤された企画もいるんですけどね。それではまた次の水着で。水着は続くよ、どこまでも。誰もいない洞窟、そこでは変わらず乾いた音が響いていた。我が輩の水着は世界一セクシー。